翡翠人の皆さんです。どうぞ。はい、千葉県は市原市からやってまいりました、よさこい鳴子踊り翡翠人と言います。今年のテーマは自然と人との共有でございまして、人は花です。タイトルは花鳥風月と言います。どうぞお楽しみいただきたいと思います。それでは参ります。気をつけない。お願いします。はい、翡翠人2016花鳥風月。構え。
時にめでる、時に敬い、思いはるか。どうもありがとうございました。翡翠人の皆さんでした。続きまして